い、じゃあ、やっていただいて結構です。お願いします。さあ決勝、第3回ランキングバトル決勝始まりました。上部の C よりチュンリー下がって VS 都市のアピール画の山崎下がっとるガール。うるさいな、社長さんとか言ってないからね、言ってないからね、そういうの社長さんとかね、別に言ってないからね。はい、C 対 P、 C 対 P はシーグルがちょっとね攻めあぐねる感じがあるんですが、近づけばゲージ効率の差を押し付けられるっていうね、なかなか面白い組み合わせですね。山崎のヘビが寄りのステップで下がっていく、大足で前転はしっかり止めて、小足からや青い花、しかし上部のディレイ青い花2段目はピーグルには通用しない、通用するんだけどね。さあ山崎の体力は減っていない、裏回り前転から前転崩かずでまだゲージはつかない、次のセットプレーでゲージを使ってしっかり3ターンでまだチャンスがあるぞ、中盤使ったが、さあトシこっからどうするか、近づいてからの青い花で体力削っていったのか、さあ体力が乗った、そこはブロッキングだったかもしれないね。上部が先方先制して、しかしより C よりだとねピーグルに差し込む技がないんですよね、だから結構無理やりぐちゃぐちゃにしていく必要があるんだが、ショージャンプラス乗ってよく見ている、前転が見えるとやっぱり違うね。さあピーサガ VS シーチュンリー、対空はきっちりブロッキングから投げ、裏回りと見せかけて表回りコバコバから投げ、わしは食らうが音が目なし、大パンで対空落としていく、しゃがんで大大ブロブロブロアタカー、さあゲージは使わない、おおレイドを打っている、なぜ百裂で潰されたが小足を打っていた、投げは投げ抜けしっかり、上部も対策ができてきたか、ブロッキングで百裂を潰してきっちり投げて、中盤はしっかりガード、中盤タッチシューキックの仕掛けに中盤が刺さって、強欲からブロッキング投げ、さあまだサガットにもワンチャンあるぞ、タイガーで四隅ゲージを溜めつつ、タイガーで四隅体力がない、さあ上部の割り切った前転は大パンで重ねて、もう何をやってもいいというところか、さあトシが体力ちょっと残った、この体力は大事に使えれば大きく有利に働いていくが、タイガーでゼロット、体力はまだ回復してしまうぞ、立ち台キック、まだ時間が80秒ちょっとなのでこの体力は展開してしまう。さあ大将の都市のビールガ VS 上部のシーサラット、ロージャンプから中盤で落として、さあレップから体育はしっかり棒でさばいていく、おっとダークスラッシュが前転に刺さる、ちょっと謎の現象だが、下がったのがガードがシュゲージがちょっと減りそうだったので、上部はちょっと攻めを中止して様子見をしていく、垂直ジャンプからダックスマは打たない、レップで端に追い詰められたが、ホパン台足、上部はちょっと勝負のアパカ、レイドが刺さってアパカ、さあ気絶しがちょっと黙ってるが、ローキックはブロッキングを1段では割り込めない、2段取らないと割り込めない、レップで落としていて、ダックスは立ち置きく、相手は空中に飛んでいた、あ長ジャンプ大キック、レップを落としてキャノンが漏れてしまって、上部これはこれはまずいぞ、レップレップ大バン、ゲージがないぞ、あ前転アパカー、うわ
部の勝利、うわべ決勝進出。さあ今日ね暑いね、かなり面白い試合多いね。さてさらに続きまして、ユキ VS ガオ。さあピールガが倒れてしまった今、ユキにピーグル最後の望みを託したい。しかし立ちはだかるはケーグルの核弾頭ガオ。さあやるしかなかった、前線アッパか、あれはしょうがないね。そう、あの大事なところを自分の読みを信じて選択するということがこのゲームでは最も大事なこと。さあガオの K ギースと K ナコルドと K ロックが大爆発してしまうのか、それともユキがモラルを通してさばいていくのか。さあ始めていきましょう。ユキの P 強サガット VS キャミ、あ、P 強サガットキャミ VS ガオの K ギースナコルロック。さあガオのちょっと様子見、すかし台足から早速連携に持っていたか、しっかりブロッキングでさばいてガオのペースにはさせない。さあ K ギースにまとわりつかれるとあっという間にガードクラッシュしてしまう。さあユキは落ち着いて丁寧にガオの隙を伺っていく。レイジングストーム、ブロッキングしてる、全弾トライ。しかし3弾食らっても怒りゲージ、怒りの補正がかかってかなり減る。さあユキも取り返していく、2回目の怒り、コバコバ中央足、ちょっと無理に読み合いに行ったか、ケーグルのゲージを最大限に使われてケーディースの体力4枚残る。おっとここから、なんだっけ、邪影剣のセットプレーを一発食らったが2発目は通さず、コパンレイドでこのギースは倒しておかないといけない。中堅戦へ。さあこのナコルが、このナコルが恐ろしい。アンヌーツベで近づいてジャンプショッキングでピュア出せる。チューチューレラ。さあこっから起きるのだ、ピュアるぞ、ピヨって、大パンレラムツベ、ナコルが強い。さあこのガオの系ナコルルは対策を知ってないと超ヤバい。アムイムツベで突っ込んでいく、まあまあ派手固めてジャンプライキック、中パンはブロッキングして高つかまりを立ち合いキックで防止。アンヌメツメが下段です、ファイナルアローじゃないんだぞ。あのだ、タイヤシが暴れつぶしに刺さって中盤しゃがない立ち台キックでナコルドが垂直ジャンプで形成して、中盤からのノキアスピンドライブ、ゲージがないぞ。あー小ジャンプはタカが飛んでいた、ガオの勝利。さあ、いやまずね3位決定戦を行いたいと思います。あのポイント制なんで3位はちゃんとポイント入るんで。さあトシバピールガ VS ユキ。さあね、これ勝てばね2ポイント入るんで頑張ってほしいところです。さあピーグル同士の、ビーグルの強豪同士の対決。さあ再びやってまいりました。先ほどはユキが勝利したが今度はどうか。さあきっちりバランスよく攻めて守ってのユキ VS 守って守ってしのぐビルガ。8台キック、あちょっと様子見から大足が刺さってブロッキング狙ったか、ずらし小足が刺さって、さあ早い段階でアパカを打って切り返していく。さあ状況はちょっと下がって振りた、
75しか刺さて投げ返し位置交換して一気に都市有利になったが、この場合はちょっと下がって大パンが空中ブロして75しかないおぼろ置き攻めはしっかり投げ返して、さあ下がったの体力はないがタイガーでゲージを止めていく。タイガーで X のようなタイガーの打ち方で、さあユキも当然これは飛びを狙ってくるだろうが、飛びは狙わない、我慢して前に歩く。さあこれこそ我慢こそカプコンへの大事なポイント。さあピーサバー VS ピーサバー、体力がないトシはこっからやらかしを狙っていくのか、それともユキは体力を減らされないように守ってきっちりタイガーで落としていく。さあユキの体力がピザガの体力が満タンで中堅のピールガの山口、さあちょっと歩いた台足がブロッキングを狙っていると刺さる、ヘビで落として、さあヘビは台足で刺して、お互い直接的な対空を狙わずに透かしで相手のジャンプを透かして有利フレームを作る。対空をブローられてしまうと最大反撃が待っているのでレイドを放した。しかし笠谷山崎のゲージはまだあるが、さあ置き攻めはしない。さあトシがちょっと苦しそうだ、エビから中継くらいやし中段はガードしている。さあよくガードしたあの中段、ユキが体力残して、これはちょっと実は大きいんじゃないか、ルガールの体力をどれだけ減らせるか。タイガー打ってジャンプ雷撃からゼロロットレップをブロローとしたがミスってしまって、大将ピーキャミー対ゲージマックスのルガール。さあユキは死んでもギガンテックは食らいたくない、ブロッキングから立ち上げキックでさばいて大足大パン大キック、しかしうわジャンプ大キックから壊せなかったエリすぎだ、大パン差し込んでユキの体力がもうないぞ、ワンチャンを通してセットプレイ1回で勝てるか、大パンで耐久を潰して、さあこっからワンチャンあるのか、立ち台キックはおっと壊しコパンがゼロしから育てどうする、階段ウェーブしゃがない投げステップ投げを通していった、ユキが2連勝。さあユキは3位になりました、おめでとうございます。はい、じゃあ決勝戦いきましょう。今回のランキングバトル、ポイントを多く稼いでいくのは誰なのか。さあ、ウアベ VS ガオさあこの組み合わせはね、分かりやすく攻めるガオ VS 対応するウアベっていうね戦いになるんですが、ただ最近は結構ウアベ君が勝ってるのを見るような気がするけど、そんなことないのかな。しかし大会では攻めが強い。さあ開幕レップちょっと上手がジャンプ中キックで様子見している、ジャンプ中パンはジャストで返されて、しかし決定打はまだ出てこない。大パン打って大パンからイハナはガードさせると、ジャストさせると弱大大ジャイケン軽投げ痛すぎる、
し、ケイギースが強すぎる。攻撃力の差が大きく出ているか。しかし、チュンリーもゲージが止まってない。蛇影剣が通ってピヨルド、ジャンプ中キック、大大蛇影剣ドアシライパン。さあ、浦部もなんとかギースは処理ってしまわないと。烈風が見えてなかった、前転できなかった。チュンリーがゲージが残ったまま、ケイギースがまだ怒りそうだ。最悪の状況。改めてそばかば中央陣デッドリーライブ、体力半分減って、しかしさらに気絶しもたまって、おっと空中ガードの隙に小足は刺さらなかった。アバカダ返して、小足小足ライド、アバカダ、まずはケイギースを倒したい。シャガライアン、アパカで返していく。さあ、土俵際の集中力は上でも相当強い。しかしケイナコルが現れる。ケイナコル対策は上ではどれだけできているか。ガオももう体力リードしてるので無理はしない。5番からスカシゲランはきちりバックジャンプ、中足からしゃがむ中パン、おっと中パン刺さったが大してダメージは食らず、ナコルルをこのままなんとか倒せば。タイガーライド、アバカまだあるか、小足から投げ、ゲージがない、エアムツベ、アンヌムツベレ、優勝はガオ、おめでとうございます。さあ、今回のランキングバトルの結果は、ガオ5ポイント、ウアベ3ポイント、ユキ2ポイントになりました。おめでとうございます。